起きて、タイム。ここはどこだ。さっきまで家にいたの。誰、これは何。出してくれ、ここから出してくれ。待って、私たち閉じ込められたみたい。出られない。なんだ、どうなってるんだ。どうなってんの。あら、画面の奥に誰かいるわね。本当だ、あなたたち見たことない顔ね。あの、助けてくれ、ここから出してくれ。どうしたらこの、ここを出れるの。この魔法の鏡に閉じ込められてしまったようなんだ。嘘嘘嘘、どうしたらいいんだ。ところで、君は誰だい。私、挨拶が遅れて勝手に言えないわ。世界線がいろいろめちゃめちゃだよ。私の名前はユンスタシア。ユンスタシアって言うんだね。ユンスタシアって言うの。僕の名前はバン・ヴィーナスフォート。あー、待って、あなたもしかして現実世界でお台場出身だった。正解、お台場出身、お台場育ちさ。都会育ちのシティボーイね。そういうこと、海が似合う男だったんだ。私は山で小鳥さんに育てられたの。そうなのか。そうよ、一緒に鳥の巣も作ったし、一緒に空も飛んだわ、ピヨピヨって。どうやら頭を打ったみたいだ。木から落ちてかわいそうに。あ、そうだ、みんなこの鏡から出れる方法知らないか。知ってたら教えてほしいわ。え、ディズニーメドレーを歌ったら出られる。それがキーなんだね。そんなのいつも歌ってきたわ。そうさ、じゃあ僕たちでディズニーメドレーを歌おう。歌いましょう。それは魔法の天幕だ。待って、あなたの顔が映ってる。見ない。あなたの顔が映ってるわ。やめろ、ネットで活動してるのに住所さらされるみたいな。そんな感覚だよ。これで曲を入れればいいの、みんな。それじゃあディズニーメドレースタート。待って、この曲知ってる。僕も大好きだ。ねえ、ちょっとおかしなこと言っちゃってもいい。そういうの大好きだ。どこにも出口のない日々が突然に変わりそう。僕も同じこと考えてた。だってどこにも居場所のない日々で探し続けていたこんな人を変わる君と出会えて初めてのときめきだよ二人だから。いつの世も変わらない。
ないのどちんこがちんこになっちゃったすごい、はい、あの、だって面白いのね。面白いね。絶対言っちゃいけないよね、この顔で。ごめんごめん、冗談だよ、冗談。まさかね、私たちディズニーキャラクターになってるのにそんなこと言わないわ。大丈夫、編集っていう魔法があるから、今のチンコの部分はピーヨンだ。そうよ、何を言っても問題ない、素敵なの。エルさん、雪だるま作ろう。幼稚みたいな顔してるあなたって面白い。あ、書いてネットフリックス見よう。いよいよラストの曲だ。嘘、これは一番好きな曲だ。大好き、アリエル。みんなも一緒に歌おう。よし。隣の海藻は青く見えるさ、陸に行くのは大きな間違い。周りを見てごらん、この海の底、なんて素敵な世界だ。これ以上何を望む、
素晴らしい Another scene 何私の言うことを信じてあっちで働くだけ朝から晩までこっちでずっと遊んだ Lucky Another scene すごい楽しい気分だ。海鮮が食べたくなってきた。顔が戻ってきたわ。本当だ。顔がおかしいみたい。呪いの魔法が溶けてきた。魔法が溶けてきた。短い間だったけど楽しかった、うん、すごく楽しかったわ。あなたに出会えてよかった。それじゃあみんな、みんなの元へ行くよ。助けてくれてありがとう。うわあ。ねえ、いいよこの二人が何やってんのこれ。面白い。面白いな。いつだってあなたのそのスマートフォンの中に私たちはいるの。だから君は一人じゃない。信じて。それが伝えたかったの。